どうも、チョロです。ポケモン GO の対人戦の動画を上げさせてもらっております。GO バトルリーグが始まってしばらく経ちましたが、皆さんどんな感じですか？なかなか勝てない人や、なんとなくやってみたら勝てて嬉しかった人、いろいろな人がいると思いますが、新しい機能が実装されるたびにゲームも盛り上がって楽しいですよね。まあ、バグも一緒にアップデートされるので、ストレスが溜まるということもありますが、まあ、各位私はプレシーズンということで、いろいろなポケモンを使って遊んでおります。今、ランク9になったのですが、このランク帯になってくると勝つのもなかなか大変ですね。連勝してレートが上がったと思ったら、あっさり負けて一気にレートが下がったりしてしまったり、勝った時の上がり幅より、負けた時の下がり幅の方がえげつなくて、なかなか上に上がるのが辛い状態になっております。というわけで、今回はですね、まあ、いろいろなポケモンを使うということで、ブラッキーを使った対戦動画を上げていこうと思います。はい。では、1戦目を見ていきましょう。こちらはブラッキー。あちらは、メガニウムですね。このタイミングは出し負けましたね。ブラッキー、硬さが定評があるんですけれども、相手のハードプラントがちょっと、あまりにも強力すぎて、最終的にですね、押し負けてしまうっていう場面になってます。なのでね、まあ、どこかのタイミングで、まあ、うまく透かしていきたいなとは思ってるんですけれども、どうでしょうかね。で、向こうは、とりあえずこれはね、ちょっと食らうと痛いんで、シールドで守っていって、様子見ですね。まあ、回転率はこちらの方がいいんで、まあ、こちら、ね、何発か当てて、相手にダメージを与えていくなり、シールドを削られしていきたいんですけれども、で、ここでですね、相手打ってきたのを、ちょっとまあ、食らってみようかなと思って食らってみたんですけれども、これがですね、なんと意外なことに地震で、これはちょっとラッキーでしたね。まあ、ハードプラントの方がぶっちゃけこっちにとっては痛いんで、これはかなり助かったなって思ってます。相手、ちょっとそこら辺が分かってなかったのかもしれないですね。でもね、まあさっき言った通り、ちょっとブラッキーにはこの後仕事がありそうな雰囲気をなんとなく察したので、ここであの、あれですね、トゲキスを出していきます。で、それに対して相手が出してきたのが、ダイノーズですね。これは、やばい対面ですね。ダイノーズの、岩なだれと10万ボルトがこちらに抜群で入ってしまいますし、こちらのアーマエルが全然入らないので、これはもう、早々にですね、特撃キスを諦めて、やっていこうって感じにしました。で、ここでですね、また耐久があるのでブラッキーを出していって、相手に、圧をかけていこうと思います。はい。でね、ここでね、シールド使わないと、後ろがちょっとマリルリなので、ここブラッキー突破されてしまうと、ちょっとダイノーズに対してきついので、ここはちょっと守っていかなきゃいけないシーンですね。でですね、もう一回ここでイカ様を打っていって、相手にダメージを与えていって、ダメージが減ったらマリルリを出していって、って感じですね。で、そろそろ相手が打ってくると思ったので、ここでマリルリを出すって感じですね。はい。でですね、ここで出していけば、相手は岩なだれを打ってくるはずなので、マリルリにですね、10万ボルト、打てないと思いますので、出していくって感じにしました。で、予想通りですね、岩なだれを打ってきてくれて、残りの相手の少ない HP をね、泡だけで削っていくことができました。で、最後に出てきたのがチルタリスということで、まあ、もうこれはですね、安心して倒せるタイミングですね。もうこのタイミングはもう有名だと思うんですけれども、チルタリスとマリルリタイミング、だったらもうマリルリが圧倒的に優勢で、というのも相手の竜の息吹のドラゴン技がこちらフェアリーなので、全然ダメージが入らないので、まあ、注意するのは相手のゴッドバードだけなんですけれども、こちらのね、冷凍ビームが相手に2倍、4倍ですね。4倍で入るので、圧倒的に有利な対面になってます。というわけで、1戦目はこれで終わりになると思います。あ、まだちょっと残りましたね。まあでもね、ここでまたブラッキーを出していってね、相手は技を打たないとこちらを倒すことができないので、ここでブラッキーを盾にして、で、またマリリを展開していって、最後にもう一発冷凍ビームをお見舞いして終わりっていう感じですかね。はい。ですね、はい。というわけで、対戦ありがとうございました。
はい、では2戦目を見ていきましょう。こちらは先ほどと同じブラッキー、トゲキス、マリルリの3体でいきたいと思います。はい、ではよろしくお願いいたします。こちらはブラッキーで、あちらはデオキシスですね。この対面はこちらが有利なので、すぐに向こうは変えてくると思います。で、向こうが出してきたのがマリルリですね。で、それに対してこちらトゲキスを投げました。まあ、相手のレートビームがね、入ってしまうんですけれども、まあ、こちらの甘えるもなかなかのダメージ入るので、ここはトゲキスを犠牲にしてですね、できるだけ甘えると、まあ、あとはゲージ技を一発って相手のシールドを一枚でも剥がせればいいかなと思って、ここはトゲキスを投げました。なんとなくね、トゲキス使ってみたんですけれども、この岩なだれとか、10万ボルトとか冷凍ビームとかがはびこってる、こんな世の中じゃちょっと、言いたいことも言えない、こんな世の中でちょっときついですね。そんな感じですね。はい。でですね、まあ、相手のマリルに対してまたブラッキーを渡投げするのは、ちょっとこちら、相手フェアリータイプなので、やはりやばいので、ここはマリルを投げていきました。でですね、なんやかんやトゲキスがですね、相手の HP を半分削って、シールドも、削ってくれたので、まあ、これはですね、なんだかんだで、ね、仕事はしてくれたのかなとちょっと思っております。でね、このマリルリ対マリルリっていう対面ですね、これちょっと難しいですよね。いつも思うんですけれども、まあ、ジャレツクを持ってたらジャレツクを持ってる方が有利ではあるんですけれども、とはいえ冷凍ビームの方が小刻みに打てたりするので、なんだかんだね、冷凍ビームとジャレツクでこうやり合った時に、まあ、互角ぐらいの勝負になってたりする時もあるんですよね。で、相手はですね、これ見る限りはおそらくジャレツク持ってないですね。はい。で、ここで相手が出してくるのが、次は何だろうな。アローラガラガラですね。これはもうあれですね、勝ちですね。アローラガラガラも、デオキシスも、こちらのブラッキーが一貫して倒すことができるポケモンなので、まあ、こちらが圧倒的に有利ですね。シールドも2枚残ってますし、2枚残ってるよな。2枚残ってるはず。なので、まあ、こちらが圧倒的に有利かなっていう感じですね。なので、まあ、このマリルリで、まあ、できるだけですね、相手を削っていって、ダメージを与えていって、あとはブラッキーに託して、もともと耐久性能の高いブラッキーとシールド2枚って形で、相手にどんどんプレッシャーを与えていけたらなと思っております。はい。そうですね。まあ、相手ゴーストタイプなので、こちらのアクアダが効果抜群で入るので、相手はこれはシールドで防ぐか、まあ、諦めるかしかないですね。で、相手のシャドーボールなんですけども、まあ一応ね、ダメージ入らないんですけれども、こちらシールド余ってるので、まあここでちょっとですね、使って、相手にですね、絶望感を与えていこうかなと思いました。はい。でですね、まあこれ一応ね、有利対面なんですよ。アクタイプとエスパータイプで有利対面なんですけども、相手のデオキス、技1がカウンターで格闘タイプなので、こちらのブラッキーに実は効果抜群で入っちゃうんですよ。なので、あんまり悠長なことをやっていると、相手の技位置だけで殴り殺されてしまうなんてこともあり得るので、まあ、そこはちょっと注意が必要ですね。まあ、でもね、まあ、これだけの HP とシールド差があれば、まあ、いくら相手のカウンターがこちらに効果抜群で入っちゃったとしても、まあ、こちらの技2のイカ様とですね、バックアウトだけで、なんとか倒していけるんじゃないかなと思っております。なので、まあ、このタイミングはもう安心して見てられますね。はい、というわけで対戦ありがとうございました。はい、では3戦目を見ていきましょう。こちら先ほどと同じなんですが、先ほどと違いますね。そう、トゲキス解雇したんですね。デオキス入れてみました。さあ、どうなるでしょうか。はい、では対戦よろしくお願いいたします。こちらはブラッキーに対して、あちらはデオキシスですね。こちらこれは有利対面ですね。なので、まあこのまま続けていこうと思います。あれですね、このゴーバトルリーグをやってて、初手でですね、アクタイプを出してくるって人が実はあまりいないんですよ。まあ、流行りのなんですかね、こう、まあ、マリルリですとか、
あとはなんだろうな、レジスチルだとか、メガニウムだとか、チルタリス、そういったところを出してくる人が多いので、まあ、それにですね、まあ、なんとなく、五分で渡り合えるデオキスを初手に出してくるみたいな人も結構いるので、こちらブラッキーを出すのは、初手でブラッキー出すのは、意外に刺さるかなと思ってます。まあね、相手初手でね、ちょっとマリリーが来てしまった場合、ブラッキー相当きついんですけれども、まあでもね、ブラッキーはさっき言ったように耐久性能があるので、まあ相手にじゃれつくがなければ、まあまくり性能はなかなかあると思うので、初手ブラッキーっていうのはね、選択肢の一つとして悪くないんじゃないかなと思ってます。でね、この対面もね、正直ね、まあ、まあ、五分とはいえ、まあ、どうなるな、やっぱ、ちょっと出起き質の方が、きついかな、そうだな、やっぱ戦っていて、マリリリと出起き質だと、なんか嫌だなって気持ちがあるので、まあ、そう考えると、やっぱり出起き質の方がきついかもしれないですね。で、ここでは、まあ、技が飛んでくると思ったので、マリリリを投げました。で、それに対して相手が何を出してくるかなんですが、このまま来るのかな？あ、このまま来ましたね。はい。で、この対面もね、結構ね、駆け引き必要なんですよね。マリルイ対マリルイって、ねえ、どうしましょうって感じですよね。これね、はい。まあ、同じポケモン同士で、まあ、技がね、相手がじゃれつく持ってったら相手の方が有利なんですけれども、まあ、こういう対面って結構あると思うので、まあ毎回ね、やるたびにね、何が正解なのかなって感じで迷ってはいるんですけれども、未だに正解わからないですね。で、まあちょっと相手の3体が、目がね、これ分かってないのすごい不気味で、なんかね、ちょっと嫌な予感してるんですよね。っていうのもですね、やっぱこちら、なんだかんだでね、なんすかね、マリルリもだいぶ削られちゃってますし、デオキシスももうほぼ瀕死ですし、どうかなって感じなんですけどね。そういう意味でね、このフリー対戦っていうのは、何が出てくるかわからないっていうところで、どのポケモンを残すかで、かなりね、選択肢が変わってきちゃうなっていう印象ありますね。で、まあ、ここで出てきたのが、レジスチルで、これはちょっとやばいっすね。ああ、これね、打ててればね、まだね、なんかね、ボタン押してるんですけども、なんか反応悪いっすよね。こっち先に溜まってたんじゃないかなと思うんですけれども。まあでもね、まあなんとか打てたんで、まあそれはそれで良かったんですけれども、なんすかね、これ端末差なのか、なんか最近ね、なんか押しても反応が良くないなっていう印象あるんですけれども。でね、これね、ちょっとね、やばいのがね、これちょっと起点にされちゃったんですよね。で、相手のレジスチルなんですけども、気合玉持ってるので、それがね、こちらの、イカ様より先に溜まってしまうと、ブラッキー一発で落とされてしまうので、かなり危険ですね。でね、もう、この感じだと相手の方が多分溜まってると思うので、ね、これね、溜まってると思うんで、これラスタカノンだったらいいなって、まあ思ってるんですけど、まあ気合玉ですよね。しょうがないですよね。はい。というわけで、まあ3戦目を負けてしまいました。はい。というわけで対戦ありがとうございました。はい。では、4戦目を行っていきましょう。こちらは先ほどと同じですね。ブラッキー、デオキシス、マリルの3体で行きたいと思います。はい。では、対戦よろしくお願いいたします。こちらはブラッキー。あちらはゴーストですね。これは出しがちましたね。なので、速攻変えてくると思います。で、相手が出してきたのがマリルですね。相手マリルリなので、まあ、これに対して、ちょっとま、少しだけね、ゲージを貯めてから、こちらはですね、デオキシスを出していきたいと思います。でね、ここデオキシスを出した理由は、こちらのデオキシスがですね、ゴーストに対して、効果抜群を取られてしまって、しかも結構ね、やばい相手なので、まあ、ここはですね、もうデオキシスを切っていくっていう選択を取りました。でですね、このデオキシスなんですけども、マリルリをね、まあ、倒し切るか、あとはギリギリまで追い込む。まあ、それぐらいまでやってくれるぐらいで、なんとか調整していきたいなと思ってます。っていうのもですね、この後ですね、もしデオキシスが生き残ってしまった場合、相手絶対ゴースト出してくるんですよ。
で、ゴーストが、まあ、攻撃力がとてもね、化け物みたいに、恐ろしい、ポケモンなので、デオキシスを起点に、ゲージを貯められてしまうと、かなり厄介な相手になってしまうんですね。まあ、こちらブラッキーがいるので、そういった意味では安心なんですけども、相手の3体目がブラッキーに対して強いポケモンだった場合、ゴーストがね、大暴れしてしまうので、ここはですね、マリリオに対してですね、ギリギリのところで、やられるっていう選択を取りました。でですね、ここで、ブラッキーを出していって、相手のゴーストが出せないようにですね、圧をかけていきたいと、いきました。はい。で、これに対して相手守ってきたんですよね、意外なことに。まあ、少しでもブラッキーを削っておきたいと思ったんでしょうね。やっぱりね、ゴーストがブラッキーに対して何もできないので、まあ、ここはですね、当然の選択かなと思います。はい。で、まあ、マリリーを落とし切って、これに対して相手が出してくるのが、これ迷ってますね。多分ブラッキーに対応できるポケモンがいないんじゃないかなと思います。で、出てきたのが、やはりいなかったですね。デオキシスですね。なのでまあ、これはもうブラッキーを大事にしていけば、まあ、安心して見てられる戦いかなと思います。で、まあ、ブラッキーなんですけども、まあ、ブラッキーの良さって、やはり耐久性能の高さですよね。他にもいろんなブイズ、EV の進化系いると思うんですけれども、まあ、ブラッキーはやはりダントツで耐久性能が高くて、まあ、弱点を突かれない限り、例えば格闘とかフェアリーとか、そういうのに突かれない限り、まあ、どんな敵とですね、ほぼ対等に戦えるっていうのが、まあ、ブラッキーの強みなんじゃないかなと思います。でですね、まあ、ここはですね、相手、まあ、技打ってくると思うんですけれども、先ほど言った通り、ブラッキーは耐久性能がすごい高いので、岩田で食らってもね、これしか減らないんですよ。なので、まあ、このまま相手をですね、バークアウトだけで落としていって、最後に残ったゴーストに一発ですね、イカ様をお見舞いして、終わりかな。うん。まあ、でもこれ一撃で落ちないかもしれないですね。まあ、でもね、まあ、ここまで来れば、もうこちらの勝利はもう、ほぼ確定なので安心してられますね。というわけで、4戦目ありがとうございました。はい、では5戦目を見ていきましょう。こちら先ほどと同じですね、ブラッキー、デオキシス、マリルの3体でいきたいと思います。はい、では対戦よろしくお願いいたします。こちらはブラッキー、で、あちらは、デオキシスですね。これは出し勝ちましたね。Go バトルリーグって、あれですよね。毎日環境が変わって、すごい面白いですよね。最初の頃は、なんか、チルタリスが、なんか結構出てたかなって印象があったんですけれども、で、チルタリスがやっぱり、出てきてたので、それに対して、次の日ぐらいからマリルリがよく出てくるようになって、で、マリルリがいっぱい出てくるようになったから、今度はアローラライチュウだとか、あとは草枠ですね、不思議花、メガニムあたりが出てくるようになって、みたいな感じで、こう、毎日、サイクルが入れ替わって、こちらもですね、いろんなポケモンを出すことができて、すごい楽しいなと思ってます。でですね、こちらですね、ブラッキーに対して、あちらは、マリリリを当ててきたので、こちらもマリリを出していきました。先ほども言ったんですけれども、このマリルリ対マリルリって、自分の中ではまだ未だに、ちょっと正解がよくわかってないんですよね。っていうのも、ジャルツクモチのマリルリが有利なのは確かで、最終的にはジャルツクモチのマリルリが勝つんですけれども、こちらの冷凍ビームモチの、マリルリも、小回りが効く分、小刻みにですね、相手にダメージを与えることができるんですよね。で、これ、こんな感じですね。こちらの方が早く打てるので、なんだかんだね、終わってみると、お互いシールドを削り合って、で、少しだけ相手のマリルリが残ってるみたいな感じになるんですよね。っていうのも、ジャルツクの威力が、強力なので、こちらに対してですね、与えるダメージが大きいので、見ててくださいね、これ。こんな感じで、HP 削るじゃないですか。で、削れるんですけれども、もう一回打つと、オーバーキルになっちゃうんですよ。せっかく、HP 削れるのに、こっちが最後ですね、シールドで粘ることによって、泡は全然、技打ちの泡は全然ダメージが入らないので、結局、ジャルスクを当てなきゃいけないっていう感じでですね、相手からすると、こんな感じですね。シールドで守ることによって、もう、あと一発で本来なら倒せるはずの、このマリルリをですね、倒せなくて、で、こちらはですね、小刻みに冷凍ビームを打っていくことで相手の HP を削ることができるんですね。
はい、こんな感じですね。はい。で、相手もですね、こう嫌がってシールド貼るじゃないですか。で、これを、こちらのマリリュを倒すために相手またジャレスクを打ってくるんですけれども、これでまたシールドを貼って粘ることによって、こちらのレイトビームが溜まって、こちらレイトビームを打つことができるんですね。で、ここで冷凍ビームを打つことによって相手は食らってやられるか、シールドを張って守るかっていう択を取らなきゃいけなくなるので、結局ですね、これ終わってみると、まあ、ジャレスクが有利とはいえ、結構いい戦いになってるんですよね。はい。でですね、こちらはですね、実はマリルリ対マリルリで、シールドを張り合って突っ張ったのには理由があって、こちらの一体目ですね。あちらの一体目とこちらの一体目。こちらはブラッキーで、あちらはデオキシスだったので、お互いこうシールドをなくし合った対面になった時に、最終的にブラッキーとデオキシスで、こちらのブラッキーが勝つって分かっているので、相手のシールドを削るっていうことで、マリルリ対マリルリをやって突っ張るっていう形を取りました。でですね、相手ここレジスチル出してきたんですけれども、まあ、シールドがないね、レジスチルだったらね、まあ、このデオキシスでなんとかできるかなと思ったので、このデオキシスで戦ってますね。はい。こんな感じですね。はい。こちらのカウンターが相手にいいダメージ入りますし、もうシールドがないので、こちらの10万ボルトもどんどん当てていけるので、撃破できるんですよ。はい。こちらのね、HP の方が、出てきた時、こちらの HP の方が減ってたんですけれども、そういう感じでね、勝てるんで。で、こんな感じでですね、もうこちらのブラッキーが優勢だって分かっているので、まあ、ここはブラッキーを出していって、相手の、デオキスにダメージを与えていくって感じですね。はい。で、残りの、あれか、マリルリですね。対して最後、こちらの、イカ様を打って、試合終了になります。はい、というわけで対戦ありがとうございました。いかがでしたでしょうか。今回はブラッキーを使ってみたんですが、運よくデオキシスと対面することが多くてラッキーでした。でもね、デオキシスと当たらなくても耐久力の高さと技にの回転率の高さを生かして、まあ、こんな感じでですね、結構幅広く戦えるのがブラッキーの魅力だと思います。では最後にですね、ブラッキーの詳細について見ていきたいのですが、ブラッキーは悪タイプとなってまして、弱点は格闘虫フェアリーになります。現在のスーパーリーグの環境だと虫タイプはあまり出てこないので、注意すべきは格闘タイプとフェアリータイプですね。まあ、具体的にはチャーレムとかニョロボンとか、あとはマリルリやピクシーやトゲキッスといった、ポケモンになります。まあ、何より硬いんでチェルタリスとも互角に戦えるっていうのがブラッキーの強みだと思います。で、技なのですが、技1に騙し打ち、バークアウト、技2に悪の波動、イカ様、とっておきを思います。まあ、とっておきはコミュニティで限定技なので今から覚えさせるのはできないんですが、先ほど言ったブラッキーが苦手な格闘タイプやフェアリータイプに唯一等倍でダメージを与えられる技なので、もし覚えているのであれば大事にしたいですね。あともう一つのゲージ技は、ゲージを貯めるのがほんの少しだけ遅いですが、威力を求めるのであれば悪の波動で、小回りを求めるのであればイカ様にしておくのがいいでしょう。技1に関しては威力はほとんどないんですが、ゲージ増量が多く小回り重視のバークアウトをお勧めします。ポケモンに関しての記事は概要欄に貼っておきましたので、そちらご覧になっていただけると幸いです。あとこの動画が良かったと思う方はいいね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。